飛び込む。そう、オッケーオッケー、悪くない。ここまで飛び込む。そう、ナイス。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。今週のプレイヤーをご紹介します。前回ダブルスレッスンを受けられた山本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。60歳には錦織選手に勝ちたいっていう、こう夢があるって。そうですね、まあ、錦織選手に憧れてテニス始めたんで、努力し続けてなんとか勝ちたいなと思ってます。では今回山本さんにはどんなレッスンがいいでしょうか。背の動きがね、しっかりできてないんで、しっかりちょっとポーチをいけるようにレッスンしていきたいと思います。わかりました。はい、そしたらね、山本さんね、ちょっとポーチの練習をしていきたいんですけど、3つちょっと守ってほしいことがあります。はい。で、まず一番大事なの、佐藤コーチリターンのポジション今いますけど、はい、佐藤コーチが打つ瞬間に必ずこれボーッと伝ってたら反応遅れてしまうんで、出す瞬間にポンとステップしてください。ステップした時に重心を落とす、ね、必ず、はい、それまず一つね、はい、で2つ目は足のことなんですけど、はい、これもポーチ行く時は絶対に横に行ってしまったらボール届かないんで、はい、必ず斜め前に行ってください。これ2つ目、はい、3つ目、もうこれボレー、ポーチだけじゃないです、ボレー全般なんですけど、2ステップ、パーって前に行って、右足からフォアボレーの時は右足左足で入れる。3つのポイントを踏まえて球出しのボールをポーチ。ステップ OK。 ここで山本さんにアドバイスが。今パーが伝わってないですよね。多分今ポーチ入ったとしても相手に簡単に返されてしまうんで、ちょっとね、はい、強く打つ練習します、はい、で今度は右足踏ん張るときに、ここでしっかり母指球、かかと上げた状態で、ここで右足からポンと左足に蹴り出してください。飛び込む。そう、 OKOK、 悪くない。飛び込んで。そう、ここまで飛び込む。そう、ナイス。 すごい良くなった、良くなった。オッケー、ナイスナイス、すごいいいじゃないですか、力伝わってて。最後はより実戦に近い形で、次私がサーブ打ちます。佐藤コーチにレシーブ してもらいます。で、私のサーブがセンターに入ったら、山本さんススッとセンター寄って、佐藤コーチが打つ瞬間にステップして、さっきと右左でポーチ、はい、で逆にワイド、フォアの佐藤コーチのフォアのリターンになります。サイドに寄ってブロックボレーでクロス返してください。はい、はい、そう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 、 OK、 そう、バックボレーもしっかり斜め前に入りましょう。はい、ラスト、はい、センター寄る、ナイス、おー、綺麗にポーチ、ナイスショー。普段自分がこうできてると思ってたことがやっぱりできてないっていうことに気づけたんで、はい、手応えも全然違って、テニスの楽しさに気づいたような気がします。